こっち来い。こっちだけ来いで。いいよ。ストップ。また下げて。うん。4つだけつけてみよう。効果があるかどうか。なんか当たるけど乗らねえな。おかしいな。なんでこんな釣れないの。俺が完全にかかってる。まだプルプルついてる。完全にかかってる。これは来るぞ。これは釣れたな。おう、ミッケ。引きだけついてた。これがガタガタ言い出したら取れよ。マス、うん、結構乗ったよ。よし、でかい、はい、これ赤タンに食ってる。なんかポツラポツラしか釣れねえな。たまにさ、竿先がふわっと上がる時も食ってるから。今そういう当たりだった。なんつうの、ワカサギが食って上に上がっちゃうっていうか。嫌になるほど目が見えない。老眼よかった。おお、3匹立ってることに気づいてなかった。マスクしてる。外して。なんだ、外すのも俺がやんのか。手で外しゃいいんだよ。どういう風に外すの。まあ大体これむしってしまえばいい。ほら取れる。サイズがやっぱいいな今の時期は。よし、毛嵐。水温より気温が低いと水蒸気が発生して、この山の裏に陸上自衛隊のあの演習場があるから、釣ってると大砲の音が聞こえるよ。陸上の富士、富士、うん、ついたかぞ。なんかポッツンポッツンだな。この前 10点掛け11点掛けって感じだ。サイズはできるけど、うん、実験してるの餌がいいのか空張りがいいのか。今のところはどっちが食べるの。なんか餌に食ってるような気がするんだよ。だけど餌つけると圧倒的に手返しが悪い。朝が釣れやすいけど、ボート屋の人の話だと昼がいいって言ってたね。水温が朝低いのかな。マスがすげえいる。食っても
外れちゃったか。はい、引きついてた。ついてる？すれ。気分はいいべ。ここ水深何メートルぐらい？18。なんでこんな食わねえんだろう。いっぱいいるのに食わないと。型がいいよな。油が乗ってる。1ヶ月ぐらいの前の 4,5 匹分ぐらいあるよ。ちょうどこれの仕掛けのところにマスがいるのになんで食わねえんだろう。かったるい釣りだな。いつもだったらボートで追っかけますんでさ、エンジン船でさ入ってくるの待つしかないもんね、これね。もう魚探見て釣れないって分かるからさ、つまんない。うわー、中層で食った。仕掛けがボロボロ。うわ、反応来てる。これは食わなきゃおかしいでしょ。あれ？今食ったのに。入ってきたよ。逃げられないうちにあげなさい。もう一匹ずつ確実に取っていく。入ったよ。ほら、撃ってんじゃん、大砲。ほら、たぶん引き上げついてた。うわ、マスが食ったぞこれ。ワカサギの竿で、ちょっと待てよ。大丈夫、竿ドラグ出してる。ターン上げてくれる？うん、あー引っかかったかな。あ、いいや、ターンほっといて。こっち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 。あ、切れた。取れ高になったからいいか。動いてるでしょ。ずっと取ってる。
あ、これも、切れよし、頑張れ頑張れ。これは針が太いからな、針ってか糸が。お、ブラウンか。なんだ。おお、釣れた。ブラウントラウト。よし。ビクトリー。なんで食わねえんだろう。そこから 1.5 メートルぐらい帯になって。